にお母さんのまゆです。今回のお出かけ登山は兵庫県の六甲山です。六甲山の標高は931メートル。登山のコースはロックガーデンから風吹岩へ、そして山頂を目指します。下山は有馬温泉へ下山します。今日車で来たのですが、登山者専用の駐車場がないので芦屋川駅近くのコインパーキングへ止めました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは行ってきます。はい、ロックガーデンに着きました。一歩一歩気をつけて登っていきます。風吹岩に行きました。ずっと樹林帯を歩いてきたので一気に視界が広くて気持ちいいです。次は天ヶ峠に向かって歩いていきます。では行ってきます。はい、ゴルフ場の中に入りました。この道を歩いていきます。ナッツさんはずっと寝てくれています。時々いびきをかきながら寝てます。はい、ゴルフ場を過ぎたところを歩いています。天ヶ峠まではまだもう少しあるのですが、ナッツさんが今起きたのでこの辺で授乳とおむつ替えをしたいと思います。そして今お昼時なので私たちもお昼ご飯を食べたいと思います。
今授乳とおむつ替え、そしてお昼ご飯も食べ終えました。どんどん歩いていきます。頑張ります。はい、天ヶ峠に着きました。さっき休憩していたところから本当にすぐのとこだったので、ここで休憩すればよかったです。引き続き山頂に向かって歩いていきます。すごく大きなダムが見えます。上がりに着きました。頑張って登っていきます。行ってきます。はい、夏さんね、暑そうなので一枚この上着を脱がそうと思います。完了しました。夏さん機嫌も良くなってくれました。もう少しで山頂なので行ってきます。山頂まであと少しです。では行ってきます。しました。六甲山最高峰、やったー。あー、はい、夏さんね、泣き始めたので一回授乳してから下山したいと思います。有馬方面に外屋道で下山します。行ってきます。有馬温泉の登山口に下山してきました。お疲れ様です。はい、今日のお山は岩場があったり
また川を渡ったりとバリエーションに富んでとても楽しいお山でした。また登山道も整備されていてとても歩きやすかったです。ナッツさんが大きくなったら一緒に登りに行きたいと思えるお山でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではおおきにー。